ばんは、春風みなです。本日はですね、いや本当にここ最近よう泣いております。子供のことでよう泣いております。で、私今別居しておるんですけれども、で、やっぱり子供を保育園には入れておるんですが、家帰ったやっぱりね、実家にいるからね、すごい両親も子供を風呂入れてくれたり、ご飯食べさせてくれたりね、よう世話してくれてるんですけど、いかんせん何ですか、私一人で寝るのがね、この世の喜びなんですよ。最も至上の幸福でして、それがですね、叶っていないっていうのがね、かなり辛いものがあるようで、もう切ないんですね。だから今週末は東京の方に行って、一人寝を楽しむという時間を取るんですけれども、でね、いや、やっぱり面白いなと思ったんですが、何でしょう、私今までの人生我慢することにずっと慣れてたんですね。両親の言うことを聞く、おじいちゃんおばあちゃんの言うことを聞く、大人の言うことを聞く、先生の言うことを聞く、職場に行けば上司の言うことを聞く、なんかおかしいな、変だなと思っても、おかしいって言ったところで怒鳴られておしまいだったし、あーって言われておしまいだったから、主張することもなかったんですね。だから自分の違和感に関して、感じたことに関しては、ずっと我慢をしてきた人生でした。で、それでやっぱり子供のことに関しても、お母さんだからっていうブロックがすごい大きくて、こんなことでしんどいなんて言っちゃいけないとか、こんなことで私は恵まれてるのに、こんなことで辛いなんて言うなんて、もうすごく贅沢だとか、なんかそんなことばっかり思ってて、自分が辛いことをね、ないことに、思っちゃいけないことにずっとしてたんですよ。それでやっぱり一人で寝たいし、眠い時におむつ替えてって言われると本当に腹が立つし、もうどうしようもなく辛いから、辛いって言ってずっとね、別居してる夫に言ってたんですよ。もう無理、もう無理、もう無理、もう無理って。もう真剣手放してもいいから、もう育ててって、ね、もう離婚してもいいから育てて、何としてでも私の手元からもう子供を離さないと本当に辛いって。可愛いよ、子供はすごい可愛いし愛しいし、でも辛いんだと。眠てえ時におむつ替えてくれって言われるのが本当に腹立つし、布団入って寝てる時に寒いって言ってくっついてとか言ってくっつかれるのが、私の場合は可愛いと思うわに腹が立つわけですね。だからそれを伝えたんですよ、本当に。そしたらね、ここ数日ね、もう結構長いこと伝えてたんだけど、夫の言動が変わり始めて、なんか何が起きたかっていうと、メールが来たんですよ。2日くらい前、はるちゃんのことを妻だとか、親だとか、なんかそういう風に枠組みをつけてはるちゃんのことを見てたけど、そうじゃないんだなって気がつきました、ごめんねってメールが来て、こんなこと言うんだと思って、私は返信はしなかったんですけど、へーと思って、でそれで週末、いずれにしても東京行くから、夫と話す機会があって、でそれ何が今日連絡が来て、一緒に市役所に行ってくださいって言われたから、離婚手続きすんのかなと思ったんですよ。そうじゃなくて、何を言うのか、言うたかというと、はるちゃんの子育てがいかにしんどいかを話して、市役所の職員さんに話してもらって、解決策を提案してもらいに行こうって言われて、はぁーと思って、なんでって聞いたら、僕はインターネットを調べる限りなんかの情報しか持ってないけど、市役所さんの方が情報を持ってることを、なんか前の土曜日に行った時に教えてもらって、営業している時に来てくださいって言われた。でそれで一緒に行っても、私はるちゃんに行って一緒に行ってもらいたい理由としては、はるちゃんのしんどさとか苦しさっていうのは、僕はやっぱ間接的にしかわからないから、それを市
市役所の職員さんに伝えてもらって、で回答を一緒に聞くことによってそこで情報の共有化ができるから、あのお手数なんだけれども一緒に来てくれないだろうかって言われて、あ建設的だなとは思ったので、それで一応行くことにしました。なんかね変わったなと思った。前はもう夫婦の問題だからって言って、もう夫と私だけでなんとか解決しようと思って、でも解決しようとしてもうまくいかなくて、結局ね私がつわりだった、去年私妊娠してて結局中絶したんだけど、中絶する前の段階のつわりがねすっごいひどかった。妊娠初期の時あの何回も夫に助けてを求めたんだけど全然ね返ってこないくて、もう腹が立って憎しみいっぱいだったんですけど、あのそれから随分と変わったなとかっていうことがやっぱりね伝わってないからね、助け舟も出せないし、これどれくらいガンガン言っていいのかも相手がわからないからね、すげえ責める言葉がね止まらなかったりするんだよ。だからね、あの社会人だから泣いちゃいけないとか、こんなことで泣いちゃいけないとかね思わずにね、もうねちっちゃい子供みたいにワン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 泣けばいいね、人の前でね。そうすると結構現状って、あ変わるもんだなっていうのがなんかねここ最近思ったことでした。泣いていいし泣いた方がいいなと私は、頑張り屋さんの子ほど大事だと私は思っております。なので私ここ最近もうすごく泣いてます。バン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 泣いてますはい、そんな泣き虫はるちゃんのお話でした。以上です。